すいません、はじめまして。いはじやー、めまどうも、しはじて。めまして。ひょんなことからひょんなことに、明るいお姉さんですね。私が姉です。え、私が姉で、あの子が妹。はい。そう、落ちた。は妹です。はい。あ、落ちた。はい、よろしくお願いします。い。はい、お願いします。どうもね、この度は、脱会おめでとうございます。本当に、ありがとうございます。よかったですよ。いねえ。や、よくぞ、もう本当本に当、よくぞ決意さありれまがしとうごた。ざいます。はい。じゃあ、まずは、まずはじゃあ、話のきっかけのお姉様ですね。はい。どのような経緯で、こんな風になったか、まずはその学会時代の、経歴からちょっとこうまとめて話していただいて、そしてどういうことで疑問を持ち出したか。そして、で、どこで、どういうことで決意できて、そして、召集に入りました。入った後の、今度は、功徳でも何でもいいけど、功徳がないならないでいいんですけど、入ってからの、そこは正直でいいと思うんですけど、ありがとうございます。入ってからの、感想というか、体験と。で、まずこれがまずは骨格としてお聞きしたいところなんですね。はい。で、プラス、さらに先ほど話した、その地域におけるところの、ぶっちゃけ言うと、その、バチの現象というか、その、こんなことがあったんだっていうことを、またそれは一つ、別の、一連の流れの中で話されてもいいんですけど、それはまたそれで、こう、じっくりいきたいなという。こういう構あ、了成。解します。はい。で、バチの話っていうか、その現象についてはじゃあ後で、ゆっくり、後でっていうか、そうですね。じゃあまず経緯から。はい。はい。で、私は、入信したのは16歳の頃なんですけれども、はい。お友達の家で、信心の話を初めて、昼の座談会を出て、それで、初めて話を聞いて、信心することにしました。で、まだ16歳の時っていうのは、私今年で51なんですけれども、まだ50歳なんですけど、まだ日蓮宗宗と創価学会は一緒だったので、そういう感じでこう教えてもらいながら、信心の素晴らしさをいろいろ感じることができましたので、感謝しながら信じていました。で、昭和61年に入信してるんですね。それでその後平成になり、長男を平成2年に産んだんですよ。結婚していろいろあって それで平成2年に子供を産み、その年の、終わりぐらいに、東京の法隆寺さんっていうところで、あ、ごめんなさい、東京の法隆寺さんっていうところで、初めて、ごめんなさいね 東京の法隆寺さんで、この四柱作戦のことを初めて聞きました。学会と宗門が揉めてるって話をお寺で聞いたんですね。で、その時は、なんでそうなっちゃったんだろう的な感じで、ご住職から、こうやって池田大作さんが宗門を批判し始めてるっていう話を聞いて、で、なんでかなと思ったんですけれども、その時はまだ役職もありませんでしたし、子供を産んだばかりで、育児が忙しかったので、なんでだろうなと思いながら、普通にしていたら、急に平成3年からこうガタ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 って政策戦になり、そして地元の、私に信心を教えてくれた方から、絶対のお寺に行っちゃいけないって。で、とにかく、そこに行ったら惑わされちゃうって言われて、で、お寺に行くことをやめました。それで、育児も忙しかったこともあり、わからないまま、しばらくしたら、学会と宗門が分かれてたっていうか、そういう経緯なんですけれども、そのまま学会についていました。そしたら、それでも、信心は正しいっていうことを言われていたのと、あと、日蓮宗宗のお寺の方で、学会のことをすごく大切に思ってくれるご僧侶がいて、それで、
その人たちが今あの宗門の中長州の大石寺の方ですごい戦ってくれてるって、だからあの私たちはまず組織を守るんだって言われたんです。で登山の命よりも大事なこの創価学会をあの保温会社で守っていくことが一番大切なんだよって言われたんで、もうとにかくあの学会を守ろう、あの組織の人たちと団結していこうと思いあの戦ってきました。であのそれからしばらくして平成5年過ぎた頃にあの、なんていうのご本尊をあの日韓承認の理性本尊ですねにあの日韓承認のご本尊から変えました。それであのとにかくあの中高のその日韓承認のご本尊だからもうこれは大功徳だと。であの学会が唯一無二 の, あの団体だからそういうふうにあのご注文のねあの悪いご僧侶たちがこういる中あのこういう日韓承認の中高の僧のねあのご本尊が私たちのところにこう縁があってあの来ることができたのも物理仏直の団体だからだって言われて、あ本当にあの妙薬じゃないけれどもご本尊様は見ててくださるんだなってそう思ってあの頑張ってやってきました。であのそれからあのずっと新聞配達もしてましたし幼い子がいても頑張ってやってきました。であの、うん、でそれからあの縁あって、まあ、川崎にいたんですけれどもそれからあの東京の大田区に引っ越しをしてそれであの白百合町って今昔で言うとあのビーダンですかね、うん、あの白百合町、うん、でそれからあのしばらく3年ぐらいしてから筑富神部長をやり筑富神部長歴をあの、まあ、9年何ヶ月という感じで、まあ、約10年近くやりでまたあの主人もあの筑富町をあのやっていて10年以上かな主人は筑富町もやりであの戦ってきました。